うわジュラシックパークや。いや夏色狼ちょっとやばいだろ。チャリーンサルトの中堅ラッシュです。というわけで今日もですね、恐竜世界でサバイバルやっていきましょうということでですね、バルゲのマップでございますが、前回はですね、こちらの、空の帝王アルゲムちゃんをゲットしたラッシーさんなんでございますが、このね、アルゲムちゃんをゲットしたことにより、いろんな恐竜がテイムできるようになるぞ。今回からね、テイムしていこうと思ってたんですけど、ちょっとですね、今ね、問題が発生してるんですね。で、ちょっと問題の現場に向かいましょう。はい、やってまいりましたよ。こちらね、ちょっと見ていただきたいんですね。まあ、こう、アルゲンちゃんに乗ってですね、いろんなやつをさらってこようと思ったんですけれども、これですよ。はい。これ。これなぁ。またね、T-Rex がね、いつの間にかここに入ってるんですよね。これ T-Rex 勝手にトラップに引っかかってる事件。いや135レベルなんですよ。しかもなんか面白いイベントカラーでしょ。だからね、ちょっと今回はこいつ捕まえていこうかなと思うんですよね。もうすぐここ入ってきちゃうから、 T-Rex ちゃんが本当にこれどうにもならないんですよね。これもうあいつがもう入ってるだけでどうにもね、罠を使うことができませんから、じゃちょっとまたここから遠目に狙っていきたいと思いますよ。いくぞ。はい、あ、当たりますね。 OK です。ほら、よし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 、 OK。 ちょっと遠いですね今回ね。向こう側行きましょうかね。向こう側行った方がいいかな。ちょっと遠いから、ここ距離的に、まあ、当たるけどね全然。よいしょ、はい。寝るまでこれガンガン打ち込んでいくしかない。やばい、なんか攻撃しやがったあいつ。ラッシーさんの船を壊しにかかっていると、あいつあの野郎本当にすぐ壊すからな。よいしょ、おい、じゃあ近くからテーブルしようか。おい、 T-Rex ゲット、おっしゃー。うわー、怖い、ドン。よし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 。さあ、あれからですね、麻酔やぶち込みまくってますけど、相変わらずの恐怖映像でございます。こんなに近くでね、T-Rex 見ることもね、ないですからね。ほら、おっしゃ、どんどんぶち込んでいくぞ、ほら。めっちゃ怖いやろ、これ。ほら、かなりハリネズミ状態なんだけど、かなりのね、量をね、ぶち込んでんだよ、もはや。結構何十発もぶち込んでますけど、まだまだ全然衰える感じがしません。こいつ強いかも。あっちのやつよりもしかしたら、強い可能性出てきてるよ。やばいよこれ、全然寝る気配ないもんね。結構もう50発ぐらい打ち込んだんじゃないかな。打ち込んでるけど全然この噛みつきをやめません。すごい根性あるこの子。前の子なんかすぐ結構ね、早い段階で割とあの日より始めてたような気がするんですけども、攻撃をねひたすらやめないですね。さすがあのイベント種と言っても過言ではないんでしょうか、ないんじゃないでしょうか。さあ、これあとどんぐらいぶち込まないといけないんだろうかな、これ。うわー、ジュラシックパークやー、逃げ始めました。ついに逃げに入りましたね。ジュラシックパークやーってラッシーさんが、言おうとしたら、ついに逃げに入りましたよこの人。よし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 、でかい。ほら、逃がさねえよ、でかいぞ顔が。おら、逃がさねえから絶対。よっしゃ、イベントからあの高レベルゲットでございます。やりました。おら、早く寝ろ。夏色 T-Rex ってさ、なんとか48が作ってくれても良さそうな感じの曲名今作っちゃったららしいさ。ねえ、夏色 T-Rex あるよね。あると思います。イエーイ。はい、こんな感じですよ。逃げにかかってる。もう逃げにかかっちゃったらね、これどんだけ近づいても大丈夫ですから。ほら、なんかダメージ食らったよ。ダメージ食らった。アルゲンちゃんがなんか攻撃し始めちゃった。あ、そこ。ダメだ。何やってんのアルゲン。うわ。ちょっと。アルゲン、ストップだって。ストップ。ストップザアルゲン。ちょっと待って。危なかった。アルゲンの暴走をとりあえず止めました。もう夏色 T-Rex に夢中だったからな、しさ。おっしゃ。さあ、そろそろ寝るんじゃないですか。もう逃げにね、かなり入って。はい、寝た、ドカーン。やりましたよ。
やりましたよ、T レックス。夏色 T レックス。イエーイ。この歯ですよ、この歯。いいですね。はい、というわけでですね、一旦、お肉も入れ、もう終わりましたので、まあ、この T レックスはこのままね、置いとけば、テイムできると思いますので、一旦置いときましょう。ということでですね、早速、こいつ寝てるけど、この中にぶち込めば、ね、テイムできるんじゃないか説あるから、ちょっとアルゲンに乗って、なんか捕まえに行きましょうか。ね、ちょっと思ったのは、ラッシーさんすげえなと思ったのは、今ね、ショット、とかんじゃないライフル、麻酔銃使ってましたけれども、70発近く弾を持っていたはずなんですけど、あと1発になってますね。そして耐久度が半分になっている。すげえ強かったな、あの T-Rex。 やばくない？やばい強い T-Rex でしたね。このうちのゴジラくんよりも多分確実に強かったんじゃないかと思いますけどね。やばいやばい。はい、というわけでですね、早速アルゲンちゃんに乗って、人さらいならぬ恐竜さらいをねしていきたいと思うんですけども、そうですね、狼ちゃん行きましょうか。狼ちゃんあそこにいるな。あそこにほら、ちょっと夏色狼ちゃんも、夏色 T レックスじゃなくて夏色狼っていう歌もありそうですね。夏色狼もちょっと捕まえていきたいんですけど、どこ行った、どこ行った。はい、あ、すごい、あの夏色狼150レベルじゃん。あいつ、あいつほらほらほら、やばい、殺される前に捕まえに行こう。プロビアがちょっと隣にいるの邪魔ですけどね。あの夏色狼ちゃんを捕まえに行きたいですね。150レベル。さあ、ちょっと熾烈な戦いとなっちゃってますけれども、大丈夫ですかね。大丈夫かな、この戦いを横から入って。捕まえろ、捕まえた、よっしゃー、ゲットゲットゲット、やりました。痛い痛い痛い、噛まれてる、めっちゃ噛まれてるよ、めっちゃ噛まれてる、噛まれてる。これ捕まえる向きがダメだったな、捕まえる向きが悪かった、非常に。ちょっと一旦話を、一旦話そう、一旦話、一旦話。やばいやばいやばい、アルゲンちゃんめっちゃ傷ついちゃった。オッケーオッケー。さあ、オオカミちゃんどこ行った。あ、痛い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 、ちょっとこれ後ろ向きに捕まえ、いや、また戦ってんのかよ、やめろよ戦うの。よいしょ、もう戦い続きだな。150レベル、さすが150レベルといったところでしょうか。やばいですね、ちょっと捕まえられません、捕まえられません。オッケーオッケー。まあ、ちょっとダイオドンとこうタッグを組んだことでですね、こいつ回復に入っているので、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、捕まえ、捕まえない、捕まえない。結構強い、結構強い。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。空の上から行こう、空の上から。よし、行くぞ。よいしょ。よいしょ、オッケー、掴んだ。今度は大丈夫。ダメだ、やっぱ噛まれてる。いいや、もうこのままついていこう。こいつはちょっとね、なんだろう。ちっちゃいから、掴む位置難しいっすね。痛い痛い、なんとか命からがらだよ、命からがら。よいしょ。命からがら。捕まえてください。やばい、死にそうじゃん。死にそうじゃん、アルゲンちゃん。ごめんごめん。いや、こいつ、こいつやばかったな。いや、夏色狼、ちょっとやばいだろう。よしよしよし。でも入れられた。オッケー。そっちの待って、ちょっと捕まえたいんだけど、あいつ。おいおいおい、ちょっと。よいしょ。よいしょ。はい。150レベルだもんね。いきなり150レベルだ。ほぼ逃げに入ってるけど。夏色狼。よし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 。さあ捕まえろ。あー、ちょっと変な、ちょっとレックスちゃんに当たったんじゃ、テーブル落ちるでしょ。やめてよ、本当に逃げないでよ、ってよくないわ、本当そういうの。よいしょ、結構狙いっすね、意外と、意外と狙い。さあ、ヘッドショットも入りますけど、強いな、ダイアルフ。こんな狙なかったっけ。よいしょ、さあ捕まえていくよ、どんどん。横でね、レックスが寝てるのもいい感じですよね。さあ、ハリネズミみたいになってきましたね。そろそろ寝てくれるんじゃないでしょうか。寝てくれるんじゃないでしょうか。まだかまだまだかな。あ、寝ました、寝ました、やっと出てくれた。オッケー、まあ、T レックスに比べると全然ですよね。オッケーオッケー。はい、オッケー。今ですね、だいぶ回復しましたので、もう一頭ね、オオカミを連れに行こうかなと思ったんですけど、よく考えたら今肉を爆食させて回復しましたけど、このあれだよね、アルゲンちゃんは確か死体を食べると HP が回復するようになったんじゃなかったでしたっけ。ちょっとね、探してみましょうかね。よいしょ、はい、捕まえました。ちょっと今鹿をね、捕まえたので、この鹿をよいしょ食べてみましょう。どっか、これで死体が落ちたでしょ。これを確か食べると、おわ、カルノがなんだよ、もうずるい、あいつハイエナかよ、あいつら、ほんとやめてくれよな、ほんとに。くそ、せっかく買ったのにな。あ、いた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 、もう一匹、もう一匹。あ、ちょっと待って、でもあそこにオオカミちゃんいました。オオカミ見つけたぞ。
3匹4匹いますね。どうでしょう、ちょっと尻尾150レベルいった。150レベル、こいつか、この白と茶色のやつ150レベルですね。そして、あ、強いじゃん、やばいやばい、ユーティラルス来てんじゃん、ダメじゃんこれ、もうやられたんじゃない。あ、でもレベル20だからもしかしたら勝てるかもしれない。いや、逃げ回ってしまいましたね。あ、倒したじゃん、ユーティラルス。なんだこいつら、すげえな、オオカミたち何気に強いですね、オオカミ。さあ、ちょっと群れのリーダー、今ちょうどビビリ状態になってるんで、あいつをちょっとさらっていきましょうか。せーので、うい、あ、やばいやばい、痛い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 、ちょっとスタミナなかったわ、スタミナなかった、ごめん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 、よし行く、今度こそ行くぞ、今度こそ行く、うまいこと捕まえたいんだけど、オッケー、捕まえました、よしよしよし、今度は噛まれない位置でうまく捕まえることができたみたいですよ。さあ、ちょっと見ていきましょうか。よいしょっと、はい、こんな感じ。恐竜さらーい、恐竜さらーい、いいですねいいですね、いい感じに、あ、いたいたいた、やっぱ噛まれる、やっぱ噛まれる、難しいな、角度が難しいんだよな。よしよしよし、痛い痛い、ちょいちょい噛まれながらも頑張ってついていきましょうね。はい、あー、おっと、ここでちょっと問題が発生してます。 T-REX 君の、テイムが、終わってしまってますね。ちょっと一旦これはここにこいつを解放するしかないな。ちょっと待ってくれ、これは緊急事態だ。一旦の T-REX を持っていかないことにはこれはちょっとダメですね。あー、ダイヤウルフ君も終わってますから、これはね、ちょっとここをちょっと一回連れて行って、あれこれしないとダメな感じですね。ダメな感じです。はい、181レベルになりましたね、 T-REX 君。そしてダイヤウルフ君も、よしよし、というわけでなんとか、みんな外に出して、ちょっと一回、拠点に連れて行きましょう。はい、来ました、 OK。 あ、ちょっとだいぶここの拠点狭くなってきたな。 T-REX さすがに2体いるときついっすね。ちょっと能力の方を見ていきたいと思うんですけれども、さあどうだ、あー、でも攻撃力400いかないのかな、なんかいかないっぽいね、いかないっぽいですね、これは。あー、上げてくれってことなんですかね。こっちと比べて9000だったね、こっちは。あー、結構、いやー、やっぱあいつ強かったのかな、ね、強かったっぽいっすね。まあでもね、この子、確かオスなんですよね。で、こっちがメスだから、これでね、T-REX 夫婦になりましたので、まあ、これはこれで良かったのかなと思ってますよ、ラッシーさん。はい、そしてこちらの狼ですね、夏色狼、すごいすごくない、夏色狼、強いのかな、スタミナ、あ、でも攻撃力は400超えてますね、すごいですね、いい感じいい感じ。ちょっと、さっき逃がしたやつ捕まえに行こうか。さて、さっきのね、オオカミちゃんいるかな、あれかあれかあれ、オオカミ違うか、お、あれオオカミだよね、違う、こいつだよ、こいつこいつこいつ、よかったよかった、いた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 、まあ生きてるよね、やっぱ150レベル強いもんね。さあ、捕まえろ、おっしゃ、ゲットゲット、捕まえ、いた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 、やばいやばい、いたいたいた、噛まれる噛まれる、やばいぞ、痛いぞ痛いぞ、ほんと痛いんだよなこいつ、150レベルはやばいって。オッケーオッケー、まあでもね、とりあえずこれでここに入れちまえば、おいしょ、オッケー。さあ、もう一匹ぐらいね、捕まえたいなと思っていまして、あそこに夏色のやつがまた何匹かいるので、ちょっとレベルの方見ていきたいんですけど、うわ、いたぞ、150レベル、やった、見つけちゃった、また、すごいな、ダイヤウルフ、あ、130、すごい。140、わ、すごい。ここの群れやばくない？やばいですね。なんかでも、ダイヤウルフは夏色、レベル高い感じするね、全体的に。さあ、で、ちょっとあいつを捕まえに行きましょう。せーので、ほい。オッケー。よし、ゲットー。やりました、やりました。捕まえた。痛い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 。痛い痛い痛い。これね、上向きにこう飛んでるとね、噛まれないということが分かったんですね。なので、ちょっと高度をどん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 上げながらと、飛んでいけば、まあ大丈夫。いうことなんですけど、なんか、あ、こいつなんか群れ化してますけど、大丈夫ですか、誰と群れになってますか。あー、やばいやばい、アルゲンちゃんの体力がやばいことになっているけども、もうじきです、もうじきここに到達するんで、オッケー、危ない、よっしゃ、ゲット、やりました。なんとかアルゲンちゃん血まみれになりながらもですね、任務をやり遂げてきました。さあ、ここで、ここですね、今2頭の狼がいるんですけれども、こいつらをですね、テイムしていきたいと思いますよ。
さあ出てくれ、頼む。よっしゃ、なんでこいつ顔に傷がすごいつくな、顔に傷がすごいつく。こいつリーダーなんだ。よし、なんでこいつこっちがリーダーになったんだろうね。さあ寝ろ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 、もうちょいだと思うんだけどな。よいしょ、あれ外した。さあ、あーここでまた止まりましたね。これなんか同じところに結構入り込む癖がありますね、ダイヤウルフ。さあそろそろ限界なんじゃないか、こいつは。どうだ、寝ろよ早く、寝てくんないな全然。よいしょ、こんだけさすがやっぱ150レベルはなかなか、こんだけぶち込んでもなかなか寝ませんね。やっぱ高レベルなだけありますね。150レベルで群れを揃えていくっていうこの贅沢さですよね。すごいですね、やっぱこれがこのバルゲノマップの醍醐味といっても、いいんじゃないでしょうかぐらいのね感じよね。よいしょ、さあそろそろ寝るんじゃないかな。まだ寝ないのか、結構頑張るねこいつは。あ、寝ました、やっと1匹寝た。さあ次こいつ行こう。いやこいつは結構男前ですね、ラッシーさんにこうやって飛びかかってこようとしてます。ずーっと噛んでたもんねこいつね、噛み噛みしてたもん。はい寝ました。まあ、寝ちゃえば可愛いんですけどね。よし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 、やっと2頭 寝さすことがねできましたよ。よいしゃ、いやー結構かかったな、150レベル。いいですね。はい来ましたよー。ということで、この子が、こんな感じですね。あ、あやっぱ全然違うね、ステータスね。攻撃力350しかない。こっちは、あこっち330しかない。2人ともだね、2匹とも同じあのレベル感だったんですけどね、全然違いますね。一番初めの夏色オオカミが一番強いかもしれませんね。さあ行きましょう、降りましょう。よいしょ。はい、というわけで今回ですね、夏色オオカミと夏色 T-Rex をゲットすることができました。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね、バイバーイ。